じゃあそれでは、今の話を踏まえまして、その、まあ、前回にやりましたその多倍長整数の加算のアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきます。テキストは16ページです。で、まあ、ここから先にですね、話で計算量を見積もる場合には、これはワークの基礎検査を範囲として、計算量を見積もることに注意してください。で、まあ、前回の授業で説明したアルゴリズムを、もう一度見ていきましょう。前回はこういうあのアルゴリズム、多倍長数の計算のこういうアルゴリズムをしておりました。と、まあ、A と B という多倍長数が与えられていたときに、まあ、それぞれの、この A と B の、あのワードごとに間を取っていき、かつ、その桁上がりの準備をしていきながら、あの最終的にこの多倍長数 C という数を作っているというものでした。で、そこで、これから数えるのはですね、実際にこうワードごとの演算がいくつか出てきております。こんなふうに、このコアループの中に、足し算が出てきたりしますから、この足し算が、このアルゴリズム全体で一体何回発生するか。ということを数えるようにしています。で、そこで、見ていきますと、まず、まあ、あの1行目から順番にこう処理を見ていきますけれども、1行目、こういう代入の処理は計算量には含めないことにします。ですので、今回1行目は計算量には関与します。で、次に2行目にはコアループがありまして、コアループの話はまた後から考えます。で、コアループの中を見ていきますと、ここにありますように、AI プラス BI プラスガンマ X という、その、ワード単位の加算が発生しています。で、その加算というのは、2回ですね、ここで AI と BI の間を取ると、それにさらにガンマ X があるので、まあ、2回加算が発生するというのは、まず、メモしていきましょう。で、さらに、この2行目では、この AI プラス BI プラスガンマ X という計算を、その、コアループの分野で繰り返すんですね。で、何回繰り返すかということを数えると、この i の 2x の変化する範囲が0から k マイナス1なんですから、ちょっと合計、k ストップ、k 回ループを行うんですね。そうすると、そうすると、この k 回ループごとに、この2回の加算を繰り返すということになります。はい、いいですか。ここが一番、このアルゴリズムでは大事です。で、3行目はリターンということで、出来上がった多倍長数を返す部分ですので、このリターンの部分は計算量には含めないようにします。で、以上を求めますと、多倍長数整数の加算の計算量は次の形でまとめられます。で、アルゴリズム全体で行われる計算というのは、まあ、先ほど説明しましたように、その加算2形態がですね、もう一回戻ると、2行目で、ループを数回繰り返します。で、そのループを1回繰り返すたびに、加算が2回出てきますということなので、全部では加算2形態が行われる中で、自然になります。ということで、アルゴリズムの全体の計算量としましては、まあ、2形なんですけれども、これ、計算量の見積もりをする場合には、この定数代入というのは、大体そのラージオーで評価しますので、そうするとまあラージオーの K という K の方が出てくると思いますし、あと、まあ、下から見積もってもまあ同じ評価ができますから、まあ、ラージシータでもこのラージシータの K というふうに評価することができます。で、大事なことは、この、計算量を評価して評価したら何が起こるかということなんですけれども、この場合は、その多倍長整数の加算の計算量を調べたいと思っていたんですが、この加算の計算量は、ラジオの K や、大段の K であるということはないと思うんですけど、K に比例するということですね、この計算量は。で、K は何だったかというと、この整数の長さとして与えたワード長だったわけです。そうすると、そこから言うことは、その多倍長整数の加算計算量というのは、与えられた整数の長さに比例しますよということを言っているわけです。で、長さに、しかも長さの1乗に比例するというふうに申し上げますけれども、アルゴリズムに別
アルゴリズムによっては、長さの2乗比例するアルゴリズムだったり、3乗比例するアルゴリズムだったりありますけれども、加算に関しては、長さの1乗、単倍調子の長さの1乗比例するというところがポイントです。計算量をまずこういう単純な例から考えましたけれども、こういうところで一応計算量の見積もり方を見積もりましょう。あと、テキストではですね、もう一つの話題としまして、図号付きの名前帳整数の話題がありますので、これも紹介しておきます。前回と今までの話では、その符号なしの名前帳整数を扱うという話をしましたけれども、名前帳整数にはやっぱり、負の数が扱いたいような場合もあるわけでして、そうしますと、やはりその符号を付いた名前帳整数を扱える方が、符号が良いと思います。いろいろな表現の仕方があると思うんですが、テキストで用いられている符号付き名前帳整数は、2の個数を用いた表現ですので、それを見ておきましょう。V という名前帳整数が与えられまして、別の V を構成するワードは、N0 から N10 が付いているワードなんです。となっております。で、その A の0から A のテーマについて、表記の使い方は前回説明しました符号なしの名前帳整数と同じなんですけれども、一点異なるのは、ここにありますように、一番上位の値を表す A のテーマの数値の一番上のビットが5を表すという点です。で、それはどういうことかというと、今この A のテーマの数値というワードの各桁をこう並べてみたところ、この箱を並べてみたのがこの箱の図なんですが、でこの時は、M の0、一番右の M の0の桁から順番にこう、2の0乗、2の1乗、2の1乗を合わせて、2の2乗を合わせていくようにこうしていくんですが、この一番左の M マイナス1番目のビットだけは、符号を反転させて、マイナス2の M マイナス1を合わすということにします。ということで、例えばこの A の K マイナス1というこのワードを見たときに、一番このですね、A の K マイナス1で表される一番小さな数はいくつかというと、このですね、一番左の桁を1にして、でそれ以外の桁を0にしますというのが、ここだけがその負の数を表しますから、この一番上の変数があるんですから、そういう時がこの A のテーマについて扱える一番小さな数ということになります。これを用いた A のテーマについて1のワードので表すこの数の表現ですね。数の表現をここに入れましたので、これを見ていきますと、この A マイナス A のテーマについて表す一番小さな数は、この部分は全部正の部分ですから、正の部分はこの桁が全部0にしてる。で、この部分は全部0ですから、ここに1を入れていきます。ということで、マイナス2の n マイナス1乗というのが、この a の k マイナス1のワードで表現できる一番小さな数ということになります。で、今の表現を使いますと、ここでありますように、この A の K マイナス1で一番上位のワードの値の範囲は、マイナス2の N マイナス1乗から2の N マイナス1乗マイナス1となりまして、でこれを使うと、その多倍調数 V の値の範囲というのは、ここでありますように、マイナス2の NK マイナス1乗から2の NK マイナス1乗マイナス1ということになります。で、この V の値の範囲が、なぜ、こうなるかというのは、ちょっと皆さん、後で考えてみてください。